白山市立北西中学校は石川県白山市平木町にある公立中学校。1980年4月に松東中学校の生徒増加に伴い分離開校した中学校。約600名の生徒が在籍しており、白山市内では松東中学校に次いで2番目の中学校である。校名は一般公募で決定された。松藤市の北部に位置していることから、 北斗七世のように永遠に光り輝いてほしいとの願いを込めて北西中学校と命名された。校舎は4階建ての管理教室旨および増築校舎旨からなっている。2階建ての第1体育館、テニスコート、水泳プール、グラウンド、配膳室、第2体育館などが併設している。給食の提供は株式会社フードサービス松藤が行っている。 41年の歴史があり、北西中の3つの伝統が年々受け継がれている。2021年2月には、海岸清掃などのボランティア活動を行い、社会に貢献していることから、環境大臣賞を受賞した。第1体育館のステージ横に、初代校長の久保田長一氏が書いた、心抜け、ふと書かれた、長州書きが掲示されている。北安田町、北、鳴る町、 平木町、竹松町、下部城1から5丁目、新生1から4丁目、中生1から2丁目、北安田西1から2丁目、徳光町、相川町、相川新町、村井新町、千代の東1から6丁目、千代の西1から8丁目、千代の南1から2丁目、愛木町、なる町、宮永町、宮永市町確かな学力を身につけ、 心豊かでたくましい生徒の育成吹奏楽部では、石川県吹奏楽コンクールで、県代表に輝き、北陸大会に出場するなどの優秀な成績を収めている。美術部では、2021年に、同年の糸である牛を題材にした大作の切り絵作品2点を作り、廊下に掲示する活動を行った。ありがとうございます。